はい、Facebook、そしてイオンモールですね。イオンモールもオーバーストアになってきたのが数年前だと思います。確かね、3000ショッピングセンターですか、日本全国に3000個以上のショッピングセンターができた時に閉店するところが出てきたんですよね。有名なのがピエリ森山ってとこですけども、これね、滋賀県の琵琶湖のほとりにあるものすごくね、人口が密集しそうなところなんですけども、なんと行ってみるとピエリ森山、現代の廃墟と言われて久しいんですけども、こちらの方がですね、リンガーハット1軒があるだけで、あとショッピングセンター全部空っぽというね。でそこで YouTube でも見れるんですけども、なんかね、あのぬいぐるみの子供用のイベントやったけど、会場にお子さんが1人みたいなね、そんなことにもなってるらしいんですよ。屋上の遊園地っていうのも数年前、私が取材したところ2011年ぐらいだったかな、屋上の遊園地、広島のそごうの屋上が閉店して、それ以来西日本にはもう大阪以外にはなくなってしまったというね、そんな思い出があるんですけども、まあね、母体が大きいとダメージも大きいですね。ですんでこれをね、土に変えるっていう言葉があるんですけども、たこ揚げって高く上げれば上げるほど落ちた時の怪我が大きいんですよね。もうドーンと壊れてしまう。だから夕方には土の方に返してあげる、ちょっとね、下ろしていくっていう作業が必要なんですよ。それからこれは別の言い方をすればね、成功っていうのは積み上げたら、ある程度積み上げたら自ら壊していって平らにする作業っていうのをしていかなくてはならないって言ってました。でこれはね、確かね、赤城か天っていう漫画の中にもあったんですけども、人は成功したいと、それ自体は悪くない、でも成功し続けると成功っていうものが逆に自分を拘束し始めるそうなんですよ。例えばね、こういい例があるんですけど、ネットワークビジネスで成功した人って永遠にネットワークビジネス出身の人って呼ばれるんですよね。どんだけ辞めて何年経っても元ネットワークビジネス人だからって言われちゃうんですよ。あとはね、公務員さんもそうですよね。元自衛官とかね、元先生とかね、こんな元っていう名前をつけてずっと呼ばれちゃうんですよ。元 AV 女優とかね、こういった感じで人生の中のたった一部しか関わってないのにずっとそれを引きずってしまうってことがあるんで、ある程度成功したらその雰囲気とか匂いが消える前にさっとね、手を引くっていうのも一つの手段だっていうふうに聞いたことがあります。まあこれがね、今回の動画にどういうふうに関係するのかってことは、まあ皆さんそれぞれ当てはめていただきたいんですけども、今回ね、お話ししたいのは、吉谷さんが言われたように、私も吉谷さんも自分の自由を担保できるぐらいの収入の範囲でしかやってないんですよ。まあ、それはね、ほとんどの皆さんが感じてらっしゃると思いますけども、多分ね、組織に入ると自分の自由ってものがほとんどないのに収入とかっていうのは少ないんですよね。で、収入っていうのは自分の自由を買うものであるはずなのに、それが自分の自由を、人生を変えないほどの収入しかもらえないんですよ。例えば月に20万とか30万とかもらってると思いますけども、私少なくともね、これね、10倍ぐらいはもらわないと自分の人生が自由にならないと思うんですよ。月に200万ぐらい、なんかね、収入があって、で時間はほとんど自分で買い取れるって形になったらどうですかね。200万っていう収入があって、作業が発生したら20万円ぐらいで誰か代行の人を使って、その人に発生した作業をやってもらうってことになると、200万のうち20万減って180万になるけど、相変わらず自分の自由は担保できるわけですよね。それがだから外注化ってやつなんですよ。そうなると10個のタスクが月間で必要になってきたら、自分の200万のうち100万円を割り振っていけばいいって話になるんで、これもやっていけるってことなんですよ。これがだからビジネスとか企業経営なのかなと思うんですね。私の場合は人を雇うってことがね、もうないと思います。人を雇うぐらいだったら、いわゆるね、仕組みを作って、それに仕組みに働いてもらおうかなと思います。特に営業っていうのは YouTube がやってくれてますんで、本当に今はね、 YouTube のこうやって動画を作るだけで、これ見てらっしゃる方もそうですけどね、この見てらっしゃる方の誰かが速稼塾に参加するって形がもうできてしまったんですよ。で、本当にね、月間で一人も速稼塾に入らないってことはもうちょっと考えられないですね。もう今はもう ずっとそうですからね。一人どころではないですからね、それが。で、そうなってくると、このテンションでずっと新しい切り口の動画ね、だから同じような動画ばっかり作ってると、もう完全にそれがね、サジストで出てくる人って限られてくるんですよ。同じような人しか見なくなってくるんですよ。ですんで、あえて別の切り口、今回はイオンモールとかね、 Facebook みたいなタグをつけましたけど、そうすると Facebook とかイオンモールっていう風に、私が今まであんまり発信頻度がなかったものとリンクしていって、そこと相関性が出てきて、新しい方の Facebook、YouTube チャンネルに出てくる可能性が高くなるってことなんですよ。ですんで、この動画初めて見ている方もいると思うんですよね。初めて見て、あ、なるほどねっていうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですよ。その方は私の別の動画とか次の動画を見る確率が高くなるんですよ。で、そうなってきて、だんだんこう少ない再生数のうち、例えば100再生なのに、いつも見てる人は10人、新しい人は10人、
で先月から見始めた人10人で、来月ぐらいに辞めそうな人が10人みたいな感じで、100人の内容が毎回毎回入れ替わるんですよね。そういった仕組みが YouTube にありますんで、私の場合はあえてね、別の切り口をどんどん広げていって、隠居 TV っていう、タイトルでやってますけども、扱うジャンルは多岐にわたると。でも最終的には速稼塾っていうのが私はあるんですよと。おかげで隠居なんですよと。そして、少ない再生数でもきちんとあなたも自分の自由を担保できるくらいのビジネスを作っていくっていうことをお伝えしていくことができますよっていうようなところでね、最終的な落としどころっていうのは一貫してるわけなんですよ。で、そこがいわゆるゴールでありスタートですよね。速稼塾に参加したら、じゃあ具体的にどうやっていくのかってことがより明確になっていくんですよ。というのは、よし稼いでいくぞっていうふうに決めない人って別に速稼塾に興味持たないし、そもそも参加するための参加概要を取り寄せないんですよね。参加概要を取り寄せるってことは、何かのきっかけでね、絶対もうこれから稼いでいかないといけないと、自分のビジネス確立してできれば隠居みたいなことがしたい、もしくは自分はもう40代の半ばとか後半になっちゃったんだけども、同じような境遇でうまくいってる方がいるとしたら、その同じ年代の同じ境遇の人に学びたいってことで、まあ、私みたいなとこ来てくれるのかなと思うんですよね。この昭和47年生まれの私がですね、39歳まで1回も資金的にプラスになったことがなかったのに、40歳から見違えるようにですね、資金難を解決して自由を手に入れた、そして今毎日自由の暮らしを送っている。それも自由の範囲っていうのはそんなに、ね、爆裂広くはないんですよ。大贅沢したら私の場合はすぐにキャッシュアウトしてしまいますんで、まあそうですね、月に100万円を超えない程度に使っていければいいかなと思ってますね、今のところで。家はもう一括で買っちゃったんで家のローンがないと、車も基本的に一括なんでローンはないと、その他ランニングコストっていうのが本当にね、ランニングコストね、私ね、家の中24時間エアコンつけっぱなしなんですよ。まあ、それ贅沢してるように見えますけど、電気代ってね、毎月2万円ぐらいなんですよね。1万5000から2万円です。そんなに高くないでしょ。でそういう環境なんですよ。で普段はスーパーで自炊なんで、外食ってのはめったにしませんけども、外食をするときはめちゃくちゃ写真撮ってめちゃくちゃアップロードして動画作ってみたいな感じで、結局は回収するように動いてるんですよね。まあ、そんな形で私は自分の YouTube を運営しております。まあ、その他にもね、話せば長くなるんですけども、まとめますと、イオンモールみたいな大きな母体っていうのは私もやってません。私も同じようにね、屋台引く感じでやってますね。大道芸人と言ってもいいですね。大道芸人みたいに、今日はどこどこの駅前、今日はどこどこ商店街みたいな感じで、その日その日その日でテーマを決めて、それこそね、録画ボタンを押す、カメラの録画ボタンを押す直前まで何をしようか決めてないんですよ。押したらスイッチが入るみたいな感じですよね。まあ、ですので、本当に自由を無尽自由にやってます。最近はこういう風なね、懐かしい10円ゲームとか、こういった昭和40年男みたいなね、すごい懐かしいっていうキーワードでね、攻めていこうかなと思ってるところでございます。ついでに言うと、このジャイアントゴーグってアニメをね、見てみたりとか、こういった風の谷のナナシコみたいなね、40代の方がね、ちょっとああ懐かしいなみたいな、そんなキーワードでどん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 攻めていってます。そして私はね、同じ年代のロストジェネレーションと言われてる世代にぜひね、自分の人生を送っていただきたいかなと思ってるんですよ。そのために協力は惜しまないつもりでございます。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。